映画とお買い物に行く日の休日 Vlog。 今日は毎年楽しみにしてるコナンの映画を見に行きます。久々にゆっくり過ごせるお休みの日。みんなは歴代のコナン映画何が好きですか？映画の前にゴディバカフェで腹ごしらえ。水色ソファーが可愛い。これすっごく美味しかったです。最後衝撃だった。そして今回もイケメン大渋滞。映画の後はロフトに寄って春夏アイテムやリピアイテムを調達。明日も仕事なので早めに帰ります。ただいま。家に帰ったら面倒になる前に購入品の整理。やりたいことできていい休日だった。